若き日のリンカンは1938年のアメリカ合衆国の電気映画。監督はジョン・フォード、出演はヘンリー・ホンダとアディス・ブラディなど。第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リン・カーンの若き日を描いている。第12回アカデミー賞において、脚本のラマーとロッティが原版賞にノミネートされた。日本でのリバイバル上映の際には、 放題が若き日のリンカーンに改められた。エーブラハムリンカーンは恋人アンの死をきっかけに入りのイ州スプリングフィールドで弁護士になる。アメリカ独立記念日の祭りの夜、副法案関スクラブがマットとアダムのクレイ兄弟と喧嘩の末死んでしまう。暗闇の中、マットとアダムのどちらが殺したのかはっきりとしないまま。 二人が互いをかばうように犯行を認めたことから二人とも逮捕される。事件を目撃していた母アビゲールは二人の息子のどちらか一方を選ぶことなどできないと証言をカくなに拒む。そんなアビゲールに幼い時に亡くなった母の面影を重ねたリンカーンはクレイ兄弟の弁護を買って出る。クレイ兄弟をリンチにかけて殺そうと結婚している群衆を巧みな演説でなだめ、 その場を収めたリンカーンであったが、クレイ兄弟を救う術を見出せないまま、裁判を迎えることになる。圧倒的な不利の中、目撃証言を行った被害者の友人、キャスの証言内容の矛盾をつき、リンカーンは、真犯人がキャスであることを明らかにする。実際に、リンカーンが弁護士として、被告を弁護した殺人事件を元にしているが、基本的にはフィクションである。 ありがとうございます。